はい、お疲れ様です。今日はですね、すくすく成長卵キャンペーンですね。自分は3回あって、最初の1個をカエル犬歯にして、あと2個ねどうするかっていうのをちょっとね今日考えていきたいと思います。はい、で今ね残ってるのが魔法ポックル、猫トロール、パンダ、チビクロ、ガッツ、マリオネット、カマキリ、ネズミ、ナメコ、オニンコ、コダマ、レム、ネコムート、ウィッチ、チビメタコング、ユキンコ、カンガルー、エンジェル、カタパ、サイクロガール、トレッドガール、前回取った豪快レッドですね。はい、ということで、まあ、大型はね全取りなんですよ。全取りで、まあこのガール系はないんですけど、もともとガール系と転生はこのキャンペーン入んないっていうから、まあこの中型でねやるしかないんですけど、まあ悩んでますね。まあこのキャンペーンが、まあ、どれくらいの頻度で来るのかと。もう3ヶ月に1回来るんであれば全然ね、むしろこの今回やらなくてもいいかぐらいなんですけど、いつ来るかわからないから、年に1回とかだったらね、まあやっぱ卵は孵化したい、しておきたいなと思いますし、とりあえず決まってるのは豪快レッド、これは絶対に孵化しようと思います。なので研究所が開いたら豪快レッドまず孵化して、3個目をどうするかなんですけど、どうしましょうね。まあ結構チビメタはスキル11まで持ってるんですよ。なんかこいつは、まあ、相手に言っても嫌だし、まあ、コングも結構いいし、もうレムは絶対孵化しないし、あとマリオネットもいいでしょ、うん、パンダもいいし、コラボ猫もいいしね、ポックルもいい。ということで、まあよくね考えて、次回ね発表したいと思います。はい、ということですね、すくすく卵キャンペーンを使い切りまして、2体目は豪快王ですね、こいつをやりました。こいつに関して言うとコラボキャラなんで底力が多分ないんですよね。なのでなんだろう、まあ底力がないんで、その分そのすくすく卵の恩恵をかなり受けるというか、まあ団子は半額にならないけど、まああとは普通の装備が半額になるんで、まあ究極体にするまでの素材が半額っていうのがもろに受けると思うんで、こいつはねかなりおすすめかなと思います。ただ4個捨て2体なんで、そこだけですね、うん、気になっているのは。でもう1体ですね、悩んだんですけど、ジャイアント、あ違う違う、パンダか、そうパンダと悩んだのが、こいつです。で結局マリオネットを孵化したんですけど、まあこいつに関しては理由はいくつかあって、まあこいつの性能としても2コスで5体出せるということで、まずキャラ数はいいと。でマリオネット自体は結構アンチキャラが優秀で、プリキャーかかんないとか、デビルの鎌が入んないとか、あとは、アーチャー魔法とかにも強いんですよ。でワーウルフとかイフリートとかエミリアとか、あとは今環境のチビグリにもアンチがついてるんで、結構ねアンチキャラが優秀なところがあります。で分かってる人もいると思うんですけど、虹バッジにするとこいつは、まあ、非常に流し性能も優秀で、止めるのはねかなり厳しいキャラになってくるんで、伸びしろもかなりあるということでこいつをやったんですけど、あともう一つの理由が、自分が最近マイマイを押していて、マイマイのスキル11を取るのにこいつが必要なので、まあそういった理由でですね、今回はこのマリオネット、すくすく卵キャンペーンで孵化しております。はい、まだ卵はね残ってはいるんですけど、結構ねトータルで見るともう112体だから、もう微減線とかも違うんで、まあいずれはフルキャラをね目指していくという形になるんですけど、次回そのすくすく卵はいつ来るかわからないんで、とりあえず現段階では育成はたくさんやることがあるんで、しばらく卵は孵化しなくてもいい状況なんで、次回のすくすく卵が来るまでは卵の孵化っていうのはやめて、それを待ちたいと思います。はい、
本日はですね、すくすく卵キャンペーン、終了しましたので、それに関して、話していきました。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。